皆様こんにちは。今回はスマートフォンで撮影した写真や動画をすぐに Google フォトのクラウドへバックアップする方法をご紹介させていただきます。スマートフォン用 Google フォトではデフォルトでモバイルネットワークを利用しているときに Google フォトのクラウドへのバックアップが行われない設定となっています。この設定はモバイルネットワークの通信量を抑えるための設定なので、モバイルネットワークを無制限で利用できるプランなどを契約していない限りは、基本的にはそのままの設定で良いでしょう。しかしこの場合だと、文字通りスマートフォンなどで撮影した写真や動画がクラウドにバックアップされないため、例えばスマートフォンで撮影してデスクトップをはじめとした同じ Google アカウントでログインしている機器で Google フォトを開いても、撮影した写真や動画はバックアップされていないので見ることはできません。そんな時、設定を変更しなくても指定した写真や動画を Google フォトのクラウドにバックアップすることが可能です。スマートフォンで撮影した写真や動画をすぐに Google フォトのクラウドへバックアップする方法は、スマートフォンで撮影した写真や動画を Google フォトから開き、右上に表示されるバックアップアイコンをタッチするだけです。Google フォトを開いたときに同期アイコンが表示されているものは、Google フォトのクラウドへのバックアップが行われていないことを意味します。とてもわかりやすい UI です。また、バックアップする写真や動画が複数ある場合は、一個一個バックアップを行う必要はなく、一覧画面でバックアップする写真や動画を複数選択し、右上のメニューアイコンから、今すぐバックアップをタッチします。このほか、今回ご紹介させていただいた方法は、スマートフォンにダウンロードした写真や動画でも行うことが可能です。また、Wi-Fi 環境下でもバックアップが行われていない場合などの応急的な対象としても利用することができます。ただしもちろん、バックアップする分のデータ通信容量は消費しますので、多用はお勧めできません。ご注意ください。以上、スマートフォンで撮影した写真や動画をすぐに Google フォトのクラウドへバックアップする方法のご紹介でした。